松中みなみの展開タッチ、今回はラジオ風でお届けします。予想するレースはシルクロードとネギシと迷ったんですけども、東京に開催が変わるということでネギシステークスの予想をしたいと思います。その前にプチ嬉しいお知らせが、土曜日の愛知杯的中しました。で、万馬券でした。今43週連続でメインレース的中中ということで、もう桜花賞の週から何かしらメインが的中しているということで、すごいもういつ途切れるんだろうっていうちょっとプレッシャーもある中で土曜日に達成できたので、このネギシステークスとシルクロードは、まあ、気軽にって言ったらあれなんですけど、すごく攻めてもいけるし、本当冷静にいい意味で気軽に予想ができるので、ちょっと期待していてください。それではネギシステークスの予想、東京のダート 1400m で、今回は大外引きました16番のマテラスカイが短期逃げが叶いそうですね、このメンバーは。他に同型馬もいないし、この馬がマイペースで行ってスローペースで流れてマテラスカイが残るのか、それともスローの瞬発力勝負で用意どんで、やっぱり例年通りものすごい足を使える馬が来るのかというところですが、まず白三角1頭目に挙げるのはクイーンズサターン、追い込み馬ですね。前走の足もものすごかったし、2走前の武蔵野ステークスの足もやっぱりサンライズノバと一緒に伸びてきて2着と、東京実績ありますし、やっぱりああいう決め手を持ってる馬はいいなと思うんですけども、 1400m が今回が初めてということで、距離短縮してさらに末足が生きるっていう見方もあるんですけど、やっぱりメンバーは揃っているので、ちょっと1400見てみたいなっていうとこ、1回は見てみたいなっていうのもあるし、他にも決め手がある馬がいるので、この馬が1着でこう差し切れるかどうか、そして最内なのでこう馬群をどううまくさばくかっていうところも不安材料として挙げたので、白三角にさせてもらいました。続いて白三角2頭目には3番の里のファンタシーにします。この馬はすごく長くいい足を使えるところが魅力だと思いますけど、ちょっとエンジンかかるのが遅いので、まあ岩田騎手前走勝ちましたけど、同じジョッキーが乗ってくれるというのもまたプラスでいいですよね。ある程度前でも運べる馬なので、ちょっと残り目を期待して白三角打ちました。そして3投目白三角には6番のモーニンにします。このネギシステークスを勝ったのが2016年、もうこんなに経ったんだってちょっと鳥肌立っちゃうぐらいびっくりしたんですけども、あの時は結構好意で運べた馬なんですけど、最近は結構後方からの競馬になってはいますよね。ただ韓国のレース勝ってから JBC スプリントよく追い込んできましたけど、まあ4着、ただ 1400m に伸びるっていうのはプラスだし、東京はもうすごく得意なもう庭のようなコースだと思うので、やっぱりちょっと58キロだけど無視はできない白三角を打たせてもらいました。続いて応対印に行きます。まず星マークには